さすがに大和田誠、久しぶりに見た。ミカドではまず出てこない。チャラチュー強すぎ。マイラパン、タラジャンから投げ、ダッシュからラップジャンプライパン。八丸が失敗してくれるんぞ。安定感あるな。スカ角にチェストから正中、しっかりゲージを回していく。溜めて溜めて溜めて、そうですね、20秒ぐらいで溜まって次すぐ吐けるならかなり効率いい。取って投げ、まだ届かない。バックジャンプで、うおー取ってる。でここでも怖いぞ。 ISB 爆発力が侮れない。ハム怖すぎ。残った、取って壊し、死なない。チェスト無理やりいった。いや死なないんだあれ、体力多すぎるだろ。ゼロドットとか言ったけど嘘じゃん。大パンでこっち来んな。いやカラジャンには投げている。ミートスカッシュは見えない。もう我々も33見えません。パームスカッシュで N 投げ、コパンから大パン痛すぎる。下がってチェスト、まだ使わない、まだ時ではない。あームーンサードする、強すぎるでビンター。まあね、一ラウンド取ってるのでとりあえずゲージ残して次に使おうって感じですね。うわすごい、その辺中継強すぎるだろ。チャガギの台形、足が強すぎる。やはり空手は足なのか。しかし、しかし、ガージャンに引っかかるような形。テストまでいっちゃった。しっかりハンマー見逃さない。おお、チェスト当たってる。シックルグリーン偉すぎる、偉ねー。さあどうすんの、こっから立ち回り封鎖しなきゃいけない。結構しんどいぞ。前のやっぱ減りすぎ減りすぎ。ダッシュから草、これは大パンチェストしっかりしてる。マジか、止めるんだ、すげえな。